桜葉餅いただきます。あれ、葉っぱが表も裏も2枚、桜葉餅です。なんと松崎町の塩漬けの桜葉を2枚だから、桜餅じゃなくて桜葉餅なんですね。この塩塩した葉っぱが、またこの甘みを引き立てて、桜葉の塩漬けがちょうどこう箸休めのお漬物のようなあんことしょっぱさが変わるがある。きて、これはエンドレス。